一世一元の生徒は、君主一人につき年号を一つ制定する制度である。大民大祖皇帝1368年、皇金軍の首領、主元将が南京で即位して、明朝を樹立し、この年を後部元年とした時に一世一元の生を採用した。明朝成立前の時代は、人心の一心を目的とする改元もしばしば行われていた。 民の次の王朝である清朝も、明朝の一世一元の生を継承した。ただし、明朝と清朝は、君主が交代しても直ちに改元せず、君主が交代した年の翌年元日から新元号が適用される、古志年改元が普通であった。元朝吉高帝清の作報告であったベトナムでは、1802年に元朝が建てられるとともに一世一元の生が行われた。 日本で一世一元の政が実施された時期は、明治維新の最中の1868年10月23日の、慶応から明治への改元からである。慶応以前は、天皇の在位中にも、災害など様々な理由によりしばしば改元されたり、官営や慶長のように新たな天皇が戦争しても、元号が変わらない場合もあった。明治政府は、慶応4年を。 改めて、明治元年とするとともに、一世一元の章で、天皇一代につき一元号とする一世一元の性を定めた。日本の場合、明朝や新朝とは異なり、君主が交代した日にすぐ新元号を適用する即日改元が実施された。さらに、1889年施行の旧皇室典範や1909年に交付された当局令に、 戦争後は直ちに元号を改めると規定され、ここに元号の法的根拠が生じた。第二次世界大戦後の1947年5月3日に施行された日本国憲法元皇室典半では、元号の規定が明記されず法的根拠は消失した。その後も昭和という元号はあくまで慣例として用いられていたが、昭和天皇の高齢化と1976年の 世論調査において80%以上の国民が言語を使用しており、昭和天皇の崩御後も言語を続けたいという声が高まったのを受け、1979年6月6日に言語法が成立した。そして、法案成立から10年後の1989年1月8日に、昭和天皇の崩御に伴う皇太子、秋人新皇の戦争を受けて、史上初めて法律に基づいて、 平成という言語が定められた。さらに、それから30年後の2019年5月1日には、天皇大位とクレれ法に基づく秋人から交代し、なる人新王への上位を受けて、令和の言語が定められ、一世一元が継続されている。朝鮮で一世一元の政を実施した時期は、李氏朝鮮末期である。政府は、百九十五年十一月十五日に、 朝直を発布し、翌1896年に太陽暦とともに、剣陽の言語を立て、統制度を採用した。さらに翌年の1897年には国号を大韓帝国と改めるとともに、言語も三つ武と改め、以後は1910年の併合により、大韓帝国が消滅するまで一世一元が続いた。ありがとうございます。